はいさーい。今日もね、クライアントをお客様にね紹介してもらった有名な美味しいっていう評判の串焼き屋行ってきます。ゆいものレールのね、あさと駅降りて、すぐのアタンさんっていうお店らしいんですけども、ちょっと楽しみですよね。それでは行ってきます。お疲れ様でした。これこんな子からあれなんですか、好きなの取っていいんですか。で焼いてもらうんですか。すみません。すみません。初めてなんで、すみません。これ何種類ぐらいあるんですか。あ、そうなんですね。珍しいですよね、こう自分で選んでみたいな。すみません、これでお願いします。あとその辺のなんだろう、これハツと軟骨とあと皮かな。はい、お願いしていいですか。はい、やっぱり基本はオリオンビール美味しいね。良くないの。なんか可愛い子がいるのにいいんだよ。ここはさっき見たみたいに自分で選んだものを焼いてくれるっていうお店です。すごくね面白いですよね。見たことないような巻物とかすごく多いから、通常の焼き鳥っていうよりも巻物串焼きっていうのが多いのかな。とりあえずね、これなんだろう、もやしの豚バラかな。もやしの豚バラ。これもやしがシャキシャキしててすごい美味しい。これな、初めて食べた。これはありだね。すっごく美味しい。ちょっとね、通常の焼き鳥、軟骨頼みました。うん、普通に美味しいです。しっかり歯ごたえあってささみもついてて、うん、おいしい。あとハツだね。うん、ね、一口食べてわかる。柔らかいし美味しい。うん、あと皮ですね。皮、うん、そこのね、安定のパリッとした皮です。美味しい。これがシシトウかな。豚バラシシトウ見えるかな。うん、これはもう鉄板だよね。美味しい、すごく美味しい。薄味なんだけど素材の味が生きる、すごくいい意味での薄味。何も足さなくていいし、何もかけなくていい、ちょうどいい焼き鳥、すごい美味しい。これがね、豚バラで巻いたんだけど中身がね、見えないんですよ。なんだろう、なんだろうっていう感じで。あ、これね、豚バラの中ね、全部チーズです。美味しいです、これチーズ。あ、うまいですか。うん、います。はい、見えなかったからなんだろうと思って頼んだんですけど、すっごい美味しいですね。シソが入ってますね。あ、シソが入ってるんですね。あ、すっごい美味しい。
これがね、最後なんだかわかんないけどね、なんか黒いのもなんだけど、これなんだろう。これ、すごいびっくり。あのね、ぶどう、巨峰。すっごい斬新。うん、あ、おいしい。これは美味しい。びっくりした。甘みとね、豚バラのね、塩味があってね、すっごく美味しい。これは関東で出したら売れるんじゃないかな。すっごいびっくりした。あ、これ美味しいわ。あの、今回お邪魔したダンさんなんですけど、基本的に巻物、豚バラ巻きっていうのがすごくね、美味しいんだけど、ただね、基本的な串焼きの技術、味がないとできない味だと思うんですよね。その中で創作的な、豚バラ巻きのもやしだとか、ししとうとか、チーズしそ、あと巨峰、これはね、基本的な技術がないとできない味だと思うんですよ。だから通常の焼き串焼きもすごく美味しいんですよ。だその上でオリジナルのものを作ってるっていうのがすごくね、衝撃的でした。すごく美味しいです。ぜひ沖縄に来たら、那覇に来たら立ち寄ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。